うとお団子です。わーい、ありがとう。と言っても余り物なんだけどね。ごめんね、せっかく遊びに来てくれたのに、チョコとかクッキーとか昨日ユキホと全部食べちゃって。ううん、おまんじゅうもお団子もすごく嬉しいよ。いただきます。おまんじゅうのふわふわした生地とあんこの優しい甘さが口いっぱいに広がって、とってもブーノ。お団子も美味しい。もちもち。やるんだから。気になる。教えてよ。まあ、意地悪。うん、お腹減ってきちゃった。疲れたし、何か甘いもの食べたいよ。
で目をつぶってなんて言われたら誰だってドキドキしちゃうよ。決めた。次に会うときは私があなたを絶対ドキドキさせちゃうから。それは次会うときまでの秘密だから、それまで頭の中私のことでいっぱいにしておいてね。呼んだのはね、ホワイトデーのサプライズ。びっくりした？お返しのプレゼントにあなたへのありがとうとこれからもよろしくねって気持ちをいっぱい込めたんだ。大好きな人に感謝を伝える日は何回あってもいいよね。これからもずっとあなたと一緒にいたいって気持ちが伝わるといいな。私の気持ち受け取って。どうしよう。西学のみんなの様子はどう？練習進んでる？そっか、私たちの方も順調だよ。また日学のみんなとライブができるなんて嬉しいな。今度日学とミューズで一緒に練習しようよ。あ、それから本番前に一度ライブ会場見に行こうって話、来週の日曜はどうかな？おでこは熱くないね。ごっつんするより手のひらを当てた方がわかりやすいかな。だってあなたの様子がなんだかおかしいから。そういえば顔色もあんまり良くないなーって思って。風邪気味？病院には行った？無理はダメだよ。動いたらその分きちんと休まなきゃ。で、私もよくふみちゃんに言われるんだけどね。私たちのこといつもいっぱい考えてくれるのはすごく嬉しいけど、ちゃんと自分のことも考えて大切にしてほしいな。あなたが元気だと私も元気になれるんだよ。私だけじゃない、きっと他のみんなも。だからしっかり休んで早く良くなってね。本当に？今日何時に寝る？よし！
ドクターストップ、いやほのかストップです。はい、寝て寝て。私も一緒に寝ちゃうから大丈夫。今日はいい天気だし、お昼寝するには最高だよね。だから安心して寝ていいよ。うん、おやすみなさい。私も、おやすみ。心や苦しいところ、遠慮なく言ってくださいね。あなたに元気になってもらうために、ドクターほのかが全力を尽くします。ふむふむ、ある人を見ると胸がドキドキして苦しい、顔が熱くてクラクラする。なるほど、これはもしや噂に聞く恋の病？私までドキドキしてきちゃった。これはもっと詳しく話を聞かないとね。やだよ。これからもずっと一緒だよ。